北の方にあるあの場所なんですけど、もうね、向こうの山にはね雪がね積もってんですよ。今日はねこの、農道を通って、牧場に向かおうかなと思います。すいません、すいません。はい、皆さんおはようございます。というわけで、今ね岡山空港に来たんですけど、今日はねちょっとね遠いところに行ってみようかなと思います。まあ、ちょっと今日はあんまり空港は関係ないですけど、ちょっとこれから行ってみようかなと思います。はい、というわけで来ました。ですね、まあ、北の方にあるあの場所なんですけど、今ね、だいたい2度ぐらいです。ですね、多分向こうなんですけどね、ちょっと見えますかね。もうね、向こうの山にはね、雪がね、積もってんですよ。はい、結構上ね、まあこの辺は降ってはないですけど、まあでも、この辺やっぱ雪が降るぐらい寒いんですよね。で今日来た理由っていうのは、なんかもうこのね寒いシーズン、雪が降るシーズン、なんか牛をそういう冬眠というかね、雪から守るための冬ごもりのそういう施設らしいんで、今日はねそれをちょっと見に行こうかなと思います。結構ねなんかその現地の人みたいな感じで、なんか4キロ以上はあるとか言ってたんですけど、まあでも通行料とかもほとんどないんで、今日はねこの、農道を通って、牧場に向かおうかなと思います。ここね寒いですね。こうやってカメラの何ていうんですかね、撮影してるんですけど、手がねめちゃめちゃ凍るというか冷えるんですよね。はい、でちょっと気になったんですけど、結構ねまだこの、ロープもね新しいんですね。もしかしたらこれがね牛が変なとこ行ってしまわないように作った、ロープですかね。はい、結構ねいい感じの農場というか、雰囲気の場所ですね。もうねあともう 1,2 週間ぐらいしたらここもね雪が積もっていくんじゃないかなと思います。やってきました。もうそろそろ、牧場にねやってくるかと思います。すいません、すいません。あ、すいません、いいですか。もうここ全部一般の人入れない感じなんですかね。あ、この線っていうかこの道は全部ダメってことですかね。いやいや、牛が通るってことです。あ、そうですか、わかりました、はい、ありがとうございます。はい、というわけでね、ここにいる全部の牛が4キロ離れた牧場に大移動するらしいということです。はい、そしてね今回放牧していた牛を里の方に戻す作業を霜巻きというらしいですね。はい、皆さん知ってました？こういう言葉。はい、で、毎年恒例らしいんですけど、この時だけ、車のね交通規制があったりとか結構バタバタするみたいです。はい、で、ですね、今回なんですけど、まあ、できる範囲でね牛をね追跡していこうかなと思います。はい、皆さんねぜひ最後まで見ちゃってください。はい、始まりますね。そろそろもう少々お待ちくださいね。10時ぐらいになんかそのスタートするらしいんで、まだね9時45分ぐらいかな、あともうちょっとです。少々お待ちください。
もなく始まるみたいですね。ください。はい、すいません。はい、というわけでね、今日のスピーチ終わります。なんとかね、牛のとこにまで行って、追いかけたんですけど、結構ね、やっぱね、体力いりますね。冬のシーズンのためにね、こんな感じでやってるみたいです。はい、というわけでね、また。よろしくお願いします。それではね、失礼します。裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。